はい、えー、私、ボイストレーナー、つ津い一でございます。えー、皆さんもご存知かもしれませんけども、このストーンズのですね、ライブ映像、トーンインパクトをずっと見ながらですね、えー、私今初めて見てるわけなんですけども、えー、一曲一曲こう解説を、解説もしてないんですけどね、えー、リアクションをしてる動画、いよいよ今日が記念すべき10本目になりましたけども、前回のね、まあ、アメージングが本当にすごくて、いや、ちょっとね、 まあ本当に頭から順番に見てて1回しかアメージング見てないんですけども後で絶対何回か繰り返し見たいなと思うんですがでそのアメージングが終わった瞬間で今画面が止まっておりますはい6人が並んでねすごいかっこいいそれぞれのポーズで下のちょっと板が赤い枠になっててねちょっと説明が下手すぎますけどえアメージングが終わったところからいよいよもう本編残りあと3曲ですかえ次の曲「ワイルズ・オブ・マイ・ハート」カト t ーンの曲 でその後ビクレイジーと続くわけですけどもさあここまで早速行ってみましょうトーン今アメイジングでと終わりました yeah, あイやイよこわりラストスパート行くぞーと高チくんが盛り上げておりますわ <music> あっそうやって言ったら態度よね Why is on my heart 聞こえないや ずっとこの繰り返しね on my heart? 君の声さあみんながスタンドマイクからスタンドマイクじゃないねハンドマイクになって、えー、みんな走りながら前に出てきてますもうほんとこのステージが改めましてすごいですけどね通路がかなり後ろの方までつながってうわ北斗くん前にかぶりながら大河くんもかっこいい踊りで 始まりの果てがーりのかっこいいね、大河君。こういう風にやってるだけで。ああ、すごい。近くで河内君みんなと手をつなげながら。うわ、ね、あんな近くまで北斗君来てくれんのもう目の前どころか、もう同化してるじゃんか、ちょっと。さあ来た。樹里君のラップ。ひょなんだんと大河君の声のこう、掛け合いね。 ジュリー君、なかなかあ、ジュリー君じゃない。ジェシー君、面白いマイクの持ち方してる。いや、北斗君近っ、近 <laughs>。タイガー君、最高のクライマックス迎える準備できてんのかいあんなかっこいい声も出んのね。タイガんで、優しく。ただね、追い越すお、忘れてゆく。ちょっとワイルド、タイガんジェシー君。 うまいねしなーしこうきれいに出しながら今みたいななわ」とかって難しいんだけどいやそれね高知くん結構いいよ高い音やっぱりさあおほくそく裏声だだだだだだだ切り替えもめっちゃいいようん、森本くんもいいねあいいいいおジ樹里くん「大切なー」の時にマイクを下に話すはいいよ高い音いった時はねグッと下にいった方がいいね いや、もう映像の情報量がすごい。もうなんか、画面がすごい近いんですけど、だんだんもう目がくるくるしてきたね。いや、かっこいい。もうかっこいいしか言ってないよ、今ぐらい。こうみんなでペンライトを振りながら。うわ、これは盛り上がるね。かっこいいね、タイガんタイガんこういうの よくやるね得意なんだねこれ得意で <laughs> ノリがいい自分の中のこう動きのいいポーズなんだろうねあれがさあ真ん中に6人が集まってきましたドゥンビークレイジ北斗くん w ワン Now レッツゴーウォーあんな声出るあれ今 北斗君じゃなかったあ、もうこれはみんなでヘッドバンキングの歌ですねこれこんな歌の種類もあんだこれ「ほんのままクレイズ」ちょっとうわストーンズストーンズじゃない <laughs> ジェシーくんこれからもよろしくいやこんなおいしいとこであんな言われたらかっこいいね 今真ん中のステージねだんだんにこう上がっていってますようわすごいすごいあのうわジェシーくんと北斗くんで熱い握手を交わしましたあら樹里くんの後ろから大河くんあらい,やいい笑顔だよ大河くんこれはいやーなんかこのメンバーのそのね絆というかさ やっとデビューできるようになったねっていうなんか喜びが。今の動きとかで表情に出てるね。お、みんなでラップっぽい。あジェシー君の本当テクニックがいる。いろいろなことできるね。みんなでもヘッドバンキングしながら。ジュリ君のラップ。もう、わ、北斗君も来たよ。はい、森本君と。 コーチ君とうわ、うわぁ、うわぁ、北斗君すごい。うわぁ、s i x ともっと続いていきますと一緒に歩いてくれませんか。これ <laughs> こうああ、新しい道一緒に作りませんか。俺たちならできるよなジェシー君。 新しい景色をしてこれ <laughs> これからもやらしくいやこれはあここで大河君のソロね時計さんきれいね裏声の切り替えがきれいようわじゃジェシー君も怖い色がいろいろ出せるねうわきれいな音声と思ったらやっぱ大河君 え、すごいね。もうなんか歌なんだけど魂の叫びだねこれは。演じてるっていうかもうもう本当にファンの皆さんに対して気持ちで歌ってるし動いてるよねみんなこれは。いやこれは気持ちいいと思うよこんなに。お麗きれいな緑のに。ああな裏声みんな出てる。 花のま,まうわなんか「う歌聞かすね通気進もうで」で、はあ、また「へいへい」しちゃったまた「へいへい」しちゃったよさあこれで今雷鳴がとどろいて静かになってね6人があ雨音の中メインステージに歩いていく 何かこの嵐の前の静けさというか、まあ、曲目で言ったらこれ「イイミテーションレインになるわけけですけどちょっと待って一回これ止めよう」今ちょうど樹君とその後ろ大我君が歩いてきてなんかさ歌えそうじゃないちょっと待ってもうちょっとだけ行こうか今歩いてきたとこで雨音がしてるしもうね「タタタタタ」はい今大我君もメインステージまで来ました。 六人が並びます。え、もう前奏着ちゃうこれ。あ、ジュリ君にライト。あ、もうメッセージか。それでもいつも冷静なふりをしてた。 もうストーン t もダメかもしれないって何回も何回も思ったけどうんようやく俺たちもめくって CD デビューうん今も戸惑っているし不安になるそうね CD デビューにす。進む心から楽しみたいと思っているちょっと待ってやっぱやめようここまでで みんなずこうでしょ今ちょっと待ってくださいこれ樹君だけなわけないから多分この後が続くでしょあの今のその「B-Crazy」ね「w i r e s of My Heart」から「B-Crazy」までで一回ちょっと気持ちを落ち着かしたいで今多分これデビューに向けてのみんなのこう気持ちがこれから今樹君のちょっと聞きましたけど。 会った上ででイイミテーション,レイン来るでしょこれはもうイイミテーション,レインのみで行こうすごい構成だわもうちょっと前はパーティーズオンでしょそれからアメイジングめっちゃかっこよかったで「ワイルドオブ・マイ・ハート」でブワーッと持ってってさらに「ビー・クレイジー」でもう俺たちついてきてくれますかと北斗君もジェシー君も言ってみんなでわーって一気に盛り上がった後のスッとおとなしくなってこの一人一人のメッセージはさ いやこれは来るよね。あのずっとそれまで応援してるねファンの人たちがこんなん見たらもちろんもう会場で今大号泣でしょうし私なんか超新参者でも半年ぐらい前から SixTONES ね、えー、まだ全然メンバーの名前も全員知らないぐらいの時からやってまさかあの半年後にこんなちょっと映像でもう感動しかけてるとこまで来るとは思いませんでしたけど。 いやこれはね、多分もう改めて、またジュリ君のメッセージから次ね、えー、の動画で見ていった方がいいかなと思います。今日はもう本当見たいですけど、ここまでにさせていただいて、えー、次回、本編ラスト、イミテーションレインを、えー、また見させていただいてですね、えー、コメントしてみたいなと思いますので、ちょっとお待ちいただければと思います。今日はだから、ワイルド・オブ・マイ・ハート、それから、b、えー c レ a ジの2曲の えー、映像を見ながらお話をさせていただきました今日もラストまで、えー、見ていただきました皆さん本当にありがとうございました